さん、皆さん言っています。5月に新庁舎に移転という記念すべきがこの積み重ねてきたその功績の上に立って我々新たな新設燕市の再スタートを切りたいと、そういうふうに思っております。どうぞ皆さん退職されてもですね、これまで同様我々を導いていってほしいなというふうに思っております。新庁舎になりましたらに参画させていただいたことは、私にとっては誇りだというふうに思っています。今日もちまして、燕市を離れますけれども、燕の子どもたちの健やかな成長、そして大きな飛躍を心より祈願しております。今日は事例をいただきまして、その事例の紙面に一行かそこらしか書いてないんですけども、いろんな思い出が各自湧いてきたことと思います。私たちにとってそれは卒業証書だと思って、その卒業証書を持って、次のステージに向かっていきたいと思います。皆さん